あなた交通事故に遭ったよね。ええ。あの日の夜、10年待った心臓移植のドナーが現れたの。でも誠治は病院に来なかった。それってあなたのそばにいたから、あなたといたから誠治は来なかった。そんな、誠治はあなたのために移植のチャンスを捨てたの。10年も待ったのに。なんでですか？何が？なんで私のそばになんていたんですか？なんで生きられるチャンスを、なんでよ、なんで。なんでだろうな。私が彼の死のスイッチを押してしまった。それなのに彼の胸で彼の鼓動を聞いている。それだけで私はこの人のそばにいたいと思った。頼みがある。何？俺の部屋からキーボードを持ってきてくれないか。え？言っただろ、病院ってのは意外と創作意欲が湧く。わかった。持ってくる。いらっしゃいませ。じゃあアボカドチーズバーガー。はい。僕も同じので。はい。オニオンリングいかがですか？美味しい。美味しいです。おすすめですよ。私は就職が決まらずバイトを始めた。そして毎日彼に会いに行った。彼は取り憑かれたように作曲している。その彼のそばにいることが何より嬉しかった。チーズバーガー一つお願いします。はい。セナさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。リョウタ君、ここで働いてたんですか？リョウタ君元気だった？ええ、俺、適当に出した企画が認められてクリエイティブで CM 作ることになったんすよ。すごいじゃない。きっと後期羨ましがるね。先輩はすっかり政治家になる覚悟を決めちゃってるから。そう。瀬名さん、大丈夫っすか？私は大丈夫。今日は
ありがとうございました。ごめんね、講演会の付き合いで変な芝居見せちゃって。いえ、楽しかったね。幸喜さんが政治家になったらこういう風にデートする時間もないのかな。政治家に嫁いだ姉はデートどころか恋愛する暇もないって言ってたよ。私は幸喜さんと恋愛したいです。今日は帰りたくない。そういうわけにはいかないよ。僕たちは家っていうカゴにとらわれた鳥なんだ。勝手なことはできない。